はい、タコです。今回はですね、お金を使えば使うほど売り上げが伸びる、その法則を解説ということで話をしていきたいなと思っています。はい、この動画を見て学んでいただけることなんですが、そもそもお金って何なのかと、お金が増えない人のお金の使い方、お金が増える人のお金の上手な使い方、どうすればお金を使いながらお金を増やしていけるようになるのかということで話をしていきたいなと思います。私のチャンネルはですね、こういったお金の話だったりとか、ビジネスの話を中心に発信しているチャンネルになりますので、ぜひこういうことに興味があるという場合は、チャンネル登録、もしくは動画下にですね、公式 LINE の登録フォームありますので、そちらから LINE のお友達になっていただければ、特典動画プレゼントしてますので、ぜひご登録してみてください。はい、それでは早速ですね、中身に入っていきたいと思います。そもそもお金って何なのかっていうことなんですけれども、お金っていうのは価値と価値の交換の道具なんだよってことですね。例えばですね、あなたがラーメンを食べに行ったとして、1000円お金払いますよね。そしたらラーメンという食べ物が出てくるわけです。1000円というお金がなくなった代わりにラーメンという商品をあなたは受け取ってるんですね。例えば車が欲しくてですね、500万円お金払いましたと。そしたら車というものが手に入るわけですよ。500万円というお金がなくなった代わりに車という商品を受け取ってます。これはどういうことかっていうと、お金が単純になくなったのではなくて、何かしらのものやサービスと交換している。つまりお金っていうのは価値と価値の交換の道具なんだよ、ツールなんだよってことなんですね。で、お金は使うからこそ循環していくということですね。お金は使って初めて価値と交換することができますよね。お金をずっとね、貯金しています、貯め込んでいるっていうことであれば、そのお金っていうのは何の価値とも交換できないわけです、ね、使わずに貯め込んでるだけでは何の価値も生み出さないってことなんですね。で、ビジネスのことで言えば、貯金ばかりしていて、お金を貯め込んでる人っていうのはね、全く稼げるようにはならないわけです。これなんでかっていうと、お金を稼ぐためにはお金を稼ぐためのスキルとか知識とかノウハウを得る必要があるわけですよ。何も学ばずにお金だけが増えますってことはないわけですね。必ずお金を稼いでいく、収入を伸ばしていくためには、それなりのスキルだったり知識だったりノウハウっていうのが必要になってくるわけですよね。で、そこに対してお金を使ってないからお金が増えないということが起きるわけですね。ですから、あなたがもしサラリーマンをやってるということであれば、一定の収入が入ってきて、そのうちの、10% なり 20% なりをね、毎月貯金していたとして、お金が貯まっていたとしても、自分のスキルや知識の体得っていうのは何の蓄積もされていないということになるわけですね。で、私の話になるんですが、私はビジネスのスキルや知識を学ぶことがすごく大好きなので、最近でもですね、数百万円っていうのをドンと、お金を払って、コンサルを受けたりとかっていうのをしてるんですけども、そこで得た知識とかスキルを身につけることによってですね、自分自身がアップデートされるわけです。で、その知識やスキルをですね、今度は学びたいと言って、人が集まってくださって、そして結局はね、そういった学びたいっていう人たちが私に対してお金を支払ってくれるようになるので、結果的にね、投資したお金の何倍にもなって、下手すると何十倍何百倍にもなって自分の元に返ってくるわけです。今までも私がビジネスを立ち上げてからはずっとこういうことを繰り返してきたと、何かスキルや技能を体得して、それを人に教えることによって、さらにそこでね、投資したお金の何百倍っていうお金を手に入れてるということなんですね。で、こういった行為っていうのは、お金を投資で使ったということになるわけです。使ったお金をさらに何倍何百倍にもして返ってくるようにすると。これは投資ということになるわけですね。で、お金が増えない人のお金の使い方ってどうなのかっていうと、お金を浪費に使ってる人なんですよ。で、浪費っていうのは簡単に言うと、お金の無駄遣いのことですね。で、この無駄遣いっていうのは、自分がお金を使った後に、その使って手に入れたものをどう使うかによって、無駄か無駄じゃないかっていうのが決まると私は思ってるんですね。例えば、300万円のビジネスコンサルを受けたとしましょう。100万円でもいいです。ビジネスコンサル受けましたと。そうした時に、その300万円の価値のコンサルを自分が使いこなせば、使い倒せば、300万円以上の売上なんていうのは簡単に上げれるんですね。これ本当に簡単に上げれるんです。ただ、浪費をしてしまう人っていうのは、300万円分のコンサルを使いこなしてないんですね。
自分自身がその300万円のコンサルをちゃんと300万円分使いこなしてないだけのことなんです。だから売上が上がらずにマイナスになってしまうだけのことなんですね。本当これだけのことなんですよ。結局は自分がそのね、まあお金を支払った分ちゃんとね使いこなそうっていう気持ちがあれば、ね、自分はその何十倍何百倍のお金を手にすることができるんですけど、結局自分からそれをね、手に入れないような感じで、まあ、浪費にしてしまってるだけということなんですね。でお金を払った分それを使いこなしてしまえば、それ以上の価値を生み出すことっていうのは簡単にできます。まあ、例えばですけど、まあ、あなたがフェラーリを買ったとして、そのフェラーリをね車庫にずっと入れてましたということであれば、基本的には何の価値も生まれないですね。まあもしあなたが大富豪でフェラーリをね本当にその辺のコンビニでアイスクリームを買うような感覚で買えるという財力があるのであれば話はちょっと変わってきますけど、そうではないと、ね、いうことであれば、フェラーリをね買って車庫にずっと入れていたら結局何の価値も生まれないわけですよ。ね、何のためにフェラーリ買ったんですかっていうことですよね。ただフェラーリに乗って、まあ、やっぱり実際に運転してみたりとか、ね、人を横に乗せて走ってみたりとか、ね、自分の満たしたかった欲望っていうのを満たすから、そこで初めて欲、ね、価値っていうのが生まれるわけですよね。もう一点分かりやすく例えると、なんでね数ある飲食店の中からわざわざリッツカールトンを選んでランチするんですかってことです。別にリッツカールトンじゃなくてもいいですけど、ね、もう高級料理をなぜ食べに行くんですかってことなんですけど、価格だけ見たらもう圧倒的に、まあ、その辺にある普通の飲食店で食べた方が安いのにもかかわらず、なんで高額なねリッツカールトンとかもう高級ホテルとかでね食事をするんですかってことなんですよ。でこれはもちろんねいろんな価値観があると思います、ね、優雅な気分になりたいとか、ね、もう気持ちをリフレッシュしたいとか、雰囲気を楽しみたいとかね、こういう気分ですよね、自分の内側の心を満たしたいっていう欲求もあると思います。これも価値ですよね、うん、いいと思うんですよもちろん。で、私もね、こういうセルフイメージを上げるっていうふうにねコーチングでは言ってるんですけど、結局自分のセルフイメージっていうのは、まあ、自分をどう思ってるか、自分をどう評価してるかっていうことなんですけど、結局そのリッツカールトンで食事をしている自分っていうことをね体験することによって、あ、自分はリッツカールトンで食事ができる人間なんだっていう風にねセルフイメージを高めるという観点においてはものすごく価値のある行為だと思うんですね。で、お金が増える人のお金の上手な使い方なんですけど、ね、リッツカールトンで食事をしました、これでもまあ全然 OK なんですね。 OK なんですよ。価値がもうもちろん自分の中で気分が良くなるとかっていう意味で価値が生まれてますから、それでも OK なんですけど、ただそこからお金に直接変えられるかっていうとそうではないわけです。気分が良くなって終わっちゃうってことなんですよね。ですからその気分が良くなって終わってしまったという結果だけじゃなくて、プラスお金を新たに生み出そうというね、投資にして価値を生み出そうという視点を1個入れたとしたら、リッツカールトンでの食事風景を例えば写真に撮ってインスタにアップしたりとか、 YouTube の動画撮影をしてね、そのロケーションでね、撮影をして結局ブランディングに使うってことですね。自分のブランディングに役立てるわけです。やっぱりすごいね景色がいいところで、撮影したら、普段は家のね、中で、日常的な感じでこう背景にしてね、まあ、キッチンとかね、そういうのが見えるところで動画を撮影してる人なんだったら、ちょっとねそのリッツカールトンみたいな綺麗なところでね撮影したら、見てる側も全然ねその話を聞こうって気になるわけですよ。その映像自体がもう全然綺麗になるわけですから、あ、同じことを話していてもやっぱり聞き手も聞いてくれやすくなるわけですよね。もしかしたらそこで、ね、あなたに、じゃあコンサルお願いしたいとか、あなたから何か学びたいっていう人が一人でも増えるかもしれないです。そしたらそのね高いお金を払ってリッツカールトンで食事をしたっていうことも意味が出てくるわけですよ。投資したものがしっかりと回収できるという状況を作ることができるわけですね。でこういったものっていうのはなんかこう一見ねやらしいとかっていうふうに感じる方ももしかしたらいるかもしれないですけど、これはもう大手だろうが有名人だろうが、上手にお金を生み出している人たちっていうのは少なからずこういったブランディング、お金の使い方が上手なんですよね。うん。でどうすればお金を使いながらお金を増やしていけるようになるのかっていうと、まあこれ最後なんですけど、もうこれはねお金を使う明確な理由を持つってことです。ただなんとなくお金を使うというふうにしてしまうと、結局これ浪費になっちゃうんです。結果的に無駄遣いになっちゃうということなんですよね。ですから本当のお金持ちっていうのは本当にねお金をもう10円でも100円でもすごく大切にするっていう話があるんですよね。結局これを買って無駄なのか無駄じゃないのかっていうのをしっかりと判断してから、もう10円でも20円でもね払うということなんですよ。
だから一切これ無駄だなと思ったら買わないってことなんですね。浪費しないってことなんですよ。で、お金を本当に手に入れる人、お金を増やす人っていうのは、この10円でも20円でも、もう100万でも1000万でもいいんですけど、このお金を使うことによって何かしらのやっぱり価値を生み出すんじゃないかってことを考えてからお金を使うんですよね。もう払った分、必ずその商品サービスをしっかりと使いこなすと、使い倒すという気持ちで、まあ、お金を使うということがすごく大事だということなんですね。で、この2点をですね、しっかりと意識してお金を使えるようになっていけば、もう本当にお金はね、使えば使うほどどんどん増えていくという状態を体験できるようになります。これはもう本当にね、私自身も体験していることです。もう本当に5、6年前ですよね。それこそ5、6年前っていうのは、スーパーでもやし、30円のもやしですよ。それをね、買うかどうかで本当にもう30分くらい悩んだっていうぐらいお金に困ってた私がですよ。今は本当に、あ、自分がこれ投資したい、このスキルや技能を学んでもっとね、お金を増やしたいって思って、金額がじゃあ150万です、200万ですってなっても、あ、じゃあ払いますということで払えるようになったっていうのは、このね、お金の使い方っていうのをマスターしていったからなんですね。浪費をするんじゃなくて投資っていうふうに捉えることによって、お金の使い方をね、そういう感覚を持つことによって、今お金っていうのがどんどん増えていって、ね、まあ30円のもやししか買えなかった私がね、スキルや技能を学ぶっていうことに150万200万っていうね、300万っていうお金をね、払えるようにまでなってるので、ぜひですね、今回話した内容っていうのはしっかりとね、もしあなたがこれからお金を増やしたいということであれば、身につけていっていただきたいスキルかなと思いますので、ぜひ参考にしていただけたらと思います。はい、今回は以上になります。はい、今回ですね、あなたの何かの参考になったということであれば、ぜひグッドのボタンを押して応援していただけると幸いです。で、動画の下にですね、公式 LINE のお友達登録フォームありますので、ぜひ私とお友達になりたいということであれば、気軽にお友達登録してみてください。特典動画もプレゼントしてますので、ぜひよろしくお願いします。はい、それではあなたの貴重なお時間いただき、最後まで動画をご視聴いただきありがとうございました。感謝いたします。